英語は 70% が子音で構成されている言語なんですね。Hi, I'm Sita. I'm a pronunciation trainer from Dr. D English. Thank you for watching our YouTube channel. Today, I'm gonna talk about consonants. English consists of almost 70% consonants, so we have to pronounce them properly. Okay, so let's get started. こんにちは、英語発音トレーナーの椎田翔子です。今日は子音についてお話ししていきます。今まで母音の使い分けがとても大切ですとお伝えしてきたんですが、英語は 70% が子音で構成されている言語なんですね。ですので、子音でしっかり輪郭を作っておかないと、いくら母音の使い分けができていたとしても、輪郭がぼやけて伝わりづらくなってしまいます。例えば、sometimes、sometimes という単語を子音と母音に分けて言ってみると、この中で母音は some の と times の I だけなんですね。あとは全部子音なんです。日本語は子音が母音と一緒に発音されるんですが、英語はずれて発音されます。子音ブレスが先に出て、後から母音が発生される感じです。Sometimes, sometimes. こんな感じです。ではここでポイント。子音を絡めるために気をつけたいこと。その1、ポジションを緩める。口元が硬いとどうしてもブレスが逃げる空間がないので、できるだけ口元をルーズにリラックスさせて話しましょう。ちょっとわざとらしいかな、下品かなと思うぐらい大げさにやってちょうどいいです。自分の声を録音して発音を聞いてみるのも、客観的に聞いてみるのもおすすめです。そして練習の時はできていても、実際にスピーチや会話になるとどうしても硬くなってしまいがちなので、まずは気持ちをリラックスして話ができるように、そして英語を話す時はこのポジションだ、日本語とは違うポジションに自然になるように練習を続けましょう。その2、ブレスを逃がす。ポジションを緩めて隙間ができたら、そこからブレスを逃がしましょう。子音は口の中のどこかしらにブレスを当てて出す音です。どこに当てたら一番強く音が出るのか、少しずつ舌や歯をずらしながら音の出る位置、ブレスの当たる場所を探ってみてください。いくつかのシーンで練習してみましょう。まずは H、 ソフトパレットに当てます。Hug、 Hug、 Hug。 次は F、 あまり出ませんね。ちょっとブレスを上に逃がすようなイメージだと音がたくさん出ます。Frog, frog. 次は S、 前歯の摩擦です。 C, C. 次は SH、 シーって、静かにしてっていう時のシーのような感じです。だけ唇を尖らせると、よりシュッシュッシュッと面積が狭まるので、より音が出ます。シュッ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 。次 Z、 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 Z。 これも前歯の摩擦で、先ほどの S の音に有声音を加えたものです。 Z、 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 Zebra、Zebra。 いかがですか？ではワンフレーズ言ってみますので、リピートしてみてください。 Sometimes I'm scared of you. Sometimes I'm scared of you. この時、声を一切出さずに Whisper voice で Sometimes
言っても子音がちゃんと際立つように練習するととても効果的です。 Sometimes I'm scared of you. Sometimes I'm scared of you. そこに母音を乗っけていく感じです。 Sometimes I'm scared of you. いかがでしたか？日本語は他の言語と比べて声を張った状態で発音する言語なので、ブレスを逃がすとかルーズに発音するとかいう感覚自体が難しいかと思います。できればブレスはずっと出続けている状態、つまり一文を一息で言えるようになるとスムーズです。声の出し方を変えるだけで通じやすくなるんだと思って継続してトレーニングしていきましょう。それではまたレッスンでお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.